ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、パラブーツ、ボーリュー、リスレザー、カフェカラー、同じくブラックカラーです。フランス革靴として圧倒的知名度を誇るパラブーツは、革靴入門としてはもちろん気を使わないで履けることから様々な方から支持を得ています。日本ではパラブーツのラインナップでも丸みのあるコレクションが定番となっており、ボリュームのあるチロリアンシューズのミカエルとユーチップシューズのシャンボードが特に人気を集めています。今回ご紹介するボーリューは、定番モデルのシャンボードをレースアップブーツにした形をしています。こちらの甲を飾る合わせモカのユーチップに使用される木型も同型となっております。通常シャンボードが5アイレットに対して、ボーリューは4アイレットに、アイレットの上の方ですね、こちらの箇所がスピードフックになっています。すべてアイレットのタイプ、8ホールもかっこいいんですが、脱ぎ履きに手間の取るのは言わずもがなで、やはりフックタイプは機能性としてありがたいですね。こちらのオイルをたっぷりと含んだリスレザーはパラブーツの代名詞的マテリアルです。オイルが入っている分ですね、撥水性にも優れており、その油分の強いことからツヤも出しやすく、比較的扱いやすいのも魅力です。こちらのカフェカラーのリスレザーは使ううちに深みを増していき、重厚な雰囲気に仕上がっていきます。使うごとに黒ずみや傷もついてくるとは思いますが、新品では出せない味として楽しんでいただけるかと思います。動画撮影の直前でしたので、オンラインショップへの準備ができませんでしたが、この度色違いのブラックも入荷いたしました。こちらハーフサイズ下ではございますが、気になる方はお気軽にお問い合わせくださいませ。ブラックはよりワークブーツのようなタフな印象が強く出ています。傷や特にシミなどは気になりづらいので、深く考えずガシガシ履いていただけると思います。では次に使用感に移らせていただきます。こちら当店で両方とも A ラック相当の扱いとなっております。ではまずカフェカラーの右足ですね。こちら側面などに目立った箇所はないかと思いますが、つま先にですね、やや擦り傷だったり当たり傷が見受けられます。こちらラスタイルではあえて無色のクリームで仕上げていますが、お好みによって、まあ、当たる箇所ですね、つま先だけちょっと濃いめの色とかのクリーム入れてもかっこいいかと思います。その方がつま先の傷は目立ちづらいかなと思います。オガミモカ、合わせモカのシューズの宿命ではございますが、じゃあ屈曲部分にですね、モカ割れが少し起き始めています。お直し屋さんですぐにくっつけれるかと思いますので、気になってきたタイミングで直しに出していただければと思います。パラブーツのブーツタイプのソールといえばですね、ジャンヌソールが定番となっておりますが、こちらはシャンボードと同じ同型のソールが採用されております。つま先の傷があるため A ランク相当となっておりますが、使用感はかなり少ないかと思います。次に左足ですね。左足も同様ですね、側面にはないですが、こちらもつま先に擦り傷があったりします。左足はまだギリギリ割れてないかなといったところですね。一番擦れる箇所も全然溝が減ってないですね。つま先も先ほど見ていただいた通り、ベルトも切れてないような状態です。トップリフトも同様にほとんど削れてませんね。では次にブラックの右足ですね。ブラックもほとんど使用されている使用感というのはないかと思いますが、よく見ると若干ですが、つま先に擦り傷の跡がありますね。こちらも右足の U チップのところですね、若干ですがほんの少しだけモカ割れが見受けられます。
次に左足です。左足も本当に少しだけですが、つま先に擦り傷が見受けられます。上からの塩ですね。そんな感じです。こちらの方もベルトの方は全く切れてないですね。リフトの方はカフェカラーに比べてやや使用感があるかと思います。沈みの方はカフェカラーは全くないに等しく、ブラックは1ミリあるかないかといったところですね。このことからも使用回数的にはブラックの方が数回ほど多いかと思います。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらカフェカラーの方から、まず表記サイズが7ハーフとなっております。エドワードグリーン202イラストの方で7から7ハーフ E、 オールデンのバリーイラストの方で US7 ハーフから 8D、 同じく同ブランドのシャンボードで7から7ハーフあたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。では次にブラックですね。こちら先ほども申し上げた通りハーフサイズ下の7となっております。では次にこちらのブラックですね。先ほども申し上げた通りこちらはハーフサイズ下7となっております。エドワードグリーン202イラストの方で6ハーフから 7E、 オールデンバリーイラストの方で US7 から7ハーフ D、 同じく同ブランドのシャンボードで6ハーフから7あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問等ございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。同型のシャンボードですが、履き口の高さからですね、くるぶしに当たって歩いていると違和感や痛みを伴う方も少なくなく、人気ですが履ける方を選ぶモデルとなっております。その点ボーリューはハイカットのため、ちょうど縁がですね、くるぶしに当たる不快感も起こさないので、今までシャンボードを諦めていた方にも特におすすめのアイテムです。もちろんシャンボードを気に入っていて、すでにお持ちの方にも秋冬に底冷えする時期に履き替える選択肢として有用かと思います。雨や雪の日にはですね、私自身個人的にもパラブーツに頼りっぱなしです。撥水性はもちろんのこと、自社製ラバーソールのラテックスソールは濡れた路面でもグリップ力を遺憾なく発揮して快適な歩行をサポートしてくれます。寒くなっていく時期で足をがっしりと保護してくれるレースアップブーツを探されている方は、ぜひご検討いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。